ャンプ飯後半です。ということで前回に引き続きヒューガサンパークのオートキャンプ場からお届けしています。前回はですね、その日取れた黒鯛の塩釜焼き、そして餃子をいただきました。今回もですね、道の駅ヒューガで買い物しましたこのお野菜 と、余った餃子を使ってスープを作りたいと思います。それでは早速作ります。それでは早速調理を進めていきます。ということでまずはどうしましょうか、はい、この野菜。まずは野菜を、切っていきましょう。はい、はい、どんぐらいの大きさで。そうですね、スープに入れるので一口大ですね。お任せします。ということはどれでも正解ということですね。はい、はい、ちょっと工夫しながら切ってみたいと思います。はい、そうですね。はい、まずはちょっと玉ねぎから切ろうかなと思います。ちゃんと切ったことありますよね、はい、もちろんです。はい、なんかこうやってじっと見られながら作るの恥ずかしいですね。この切り方を見られるっていうのは。そんな感じなんですね。あれ逆かな、これバーベキューの切り方な気がするいやバーベキューじゃないけどそんなバラバラじゃバーベキュー食えないこうこっち側に逆をしたかったんですよ。あのこう縦に切るんじゃなくてこう切ってこう切ろうとしたんですけど逆でした、はい、やりたかったことと、はい、まあ、そっちで続けるんだまあまあいいですけど、どうやって手伝いしよう、どうしよう、そのまま切ればいいんじゃないの。そうそうそう、こっから切れば、うん、これですよね、よくある、うん、普通はそうだと思います。僕たちの普通は。続きまして、はい、次は人参いきましょう。人参、はい、大きい人参ですね。そうですね、すごい立派、美味しそう。皮剥きます。まあ好みですね。剥かない人は剥かないって言うけど、これでずっと斜めに切っていくんです。ただこう人参がでかくて、待ってはい、でまあ、ここの大きさ。あ、そうですそうですそうです。これをこうするんですよ。それ斜めに切る意味合いは何かあるのかな。違うんですかねあ、まあ分かんないけど、この大きさを作りたいとしたら、はい、別に横にこう切って、こうでもいいってことでしょ。違う、そういうことになりそうですそっか、その次は私これなんか習ったことあったんですよ、はあ、それはいや、なんかこう食感が違うとか、なんかそういう深い意味合いがあるのかなと。ちょっと、なんか味がちょっと違う。味が違う、はい、ちょっと甘い気がします。じゃあそうしてくださいけど、もう今回もう皮はもういいや、はい、皮もう ついたもん、はい、もういいですね、うん、ちょっと私もちょっともうできないなと思いましたね、皮は。いや、まあ形は何にしろ美味しいと思いますよ。ですよね、はい、次はやっぱりこの大きな椎茸。椎茸、はい、です、はい、これいきましょう。椎茸の切り方も気になるよねちょっと煽らないでください。もうこれもまあちょっと正解ないのでこんな感じですかね。さあ最後に、はい、この大きなミニトマト切りたいと思います、はい、続いて切った野菜を煮込んでいきます。ということでどんな道具を使いますか。はい、今回煮込むのに、まあ、よくキャンプで使う、まあ、ダッチオーブン、これをですね、はい、使って、まあ、鍋代わりに使って、まあ、いろいろこう、まあ、よく持ってる方も多いと思うんですけど、こう煮物をしたり、はい、まあ、もちろん焼いたりもできるし、焼いたりもできるんですね、うん、まあ、煮込んだり、まあ、すごく便利な道具です人参もあるんで水からやりましょうか。はい、わかりました、はい、じゃあ水を入れていきます、はい、水を入れます。これぐらいでいいかな、このくらいで、はいはい、では切った具材を入れます、はい、どんな風になるのかな。豪快ですね入れました、はいはい、じゃあこれを煮込んで、はい、沸騰したらそのスープの素を入れて
で最後食べるちょっと前ぐらいに餃子入れて仕上げましょう。はい、ということでここから煮込んでいきます。はい、さあ先生、こうやってちょっと吊り下げた状態で待ってる状態ですけど、はい、これはなんでこんな形になってるんですか？そうですね、まず、まあ、火を当てるんですけど、まあ、このチェーンを調節することによってあの火力を調節できるというメリットがありますね。あと網とかだとこの重さに耐えれなくて曲がっちゃう可能性があるので、まあ、だいたいそれ用にこう取っ手もついてたりするので、まあ、こういう状態で使います。あ、なるほど、重さがあるとやっぱ吊り下げた方がやりやすいということですね。そうですね、はい、ということで先ほどからグツグツ煮込んでますけど、はい、今どんな状態ですかね。はい、もういい感じになったと思います。じゃーん、うわー、グツグツ、いい感じですね。それぞれの具材も、はい、餃子入れますか？はい、餃子いいですか？これどんな味になるんだろう、楽しみだ。もうなかなか色とりどりで、うん、はい、野菜もいい切り方だったんじゃないですかね。本当ですか？それ本心ですか？いいってことにしましょう。こちらの完熟トマトオニオンスープということで、はい、もう中にすでにトマトとオニオンが入ってますけど、そうですね、これでよりちょっと味を出していきたいと思います。はい、このまま入れちゃいますか？はい、豪快に。確かに量どんぐらいと言いつつも入れすぎないように。どのくらいかな、餃子が崩れちゃう。あー、どんな風になるんだろう。よいしょ。スープが完成しました。とっても美味しそうですね。はい、美味しそうです。色もいい感じです。はい、はい、カラフルで美味しそう。そうですね、本当に具、うん、の大きさもバラバラですし、うん、野菜の切り方がそれ褒めているんでしょうかね。はい、まあ、美味しそうに見えます。はい、はい、よかったです。まずはお野菜と椎茸ちょっと一緒にいただきたいと思います。わー、美味しそうですね。それぞれの具材いただきます。うん、それぞれの具材の味がしっかり主張があるので打ち消されてないんですよ。うん、これは深い味わいで美味しいです。うん、食べてみてください。はい、先生も。うん、うん、スープは美味しいですね。まあ、うん、先ほどのあの粉の出汁の味だけではなくて、やっぱりちゃんと野菜とか椎茸とか、まあ、餃子からもまた美味しいあの味が出て、うん、非常に、うん、簡単だけど美味しいと思います。美味しいですよね。ちょっと餃子の方もいただいていいですか？はい、先ほどはそうですね、焼いたものとまた違うかもしれないですからね。できましたので、いただきます。うん、熱かったんですけど。熱かったの？はい、もう一気に入れちゃったんで熱かったんですけど、これ美味しいですね。さっきと全然食感が違ってて、今度は身がほぐれるように口の中にわーって広がって美味しかったです。うん、思ったより簡単ですし、それぞれ餃子ちょっと最初合うのかなとか、椎茸ちょっと洋風だけど合うのかなとか思ったんですけど、ぴったり合いましたね。うん、ぜひ皆さんも作ってみてください。今回は前回に引き続き、日向サンパークオートキャンプ場で高田先生と一緒にスープを作りました。ということで高田先生、今回ちょっと途中で雨が降ってきて試食はログハウスで行ったんですが、それ以外にもいろんな施設があるんですよね。そうですね、サンパークは、まあ、先ほどあの買い物しました道の駅日向をはじめ、子供が遊べる遊具施設もすごくたくさんありますし、まあ、テニスコート、ドッグランなんかも最近できました。でここもあのログハウスとか、コテージとかありますけれども、泊まるだけじゃなくて日帰りでも利用できるので、まあ、ぜひそちらもご利用いただければと思います。皆さんもぜひあの大型遊具などで遊んでから、ぜひこちらのキャンプ場に来て今回紹介した料理作ってみてください。ということで次回のキャンプ飯もお楽しみに。